小原さん、じゃあ今日はね、ビルド紹介ですね。で、カウントダウンヒロイック皆さん行くときって結構、まあ生存はできても、最後、敵キャラを全部ね、潰せなかったりとかしませんか？僕は結構、まあ、味方が一人落ちて二人落ちてとかだと、まあ生存率というか、帰還率。で、敵を全部ね、全滅させての帰還がしたいところだけど、まあ仕方なくヘリを呼んで帰っちゃう。みたいなことが多かったので、まあ一人いれば、そのヒロイックカウントダウンの、成功率が非常に上がるんじゃないかなみたいなね、ビルドを作ってみました。まあ、コンセプトとしては、味方を殺さない、味方を死なせない。プラス、自分の火力も維持して、パーティーの火力を上げていって、みたいな。ちょっとね、そんなことできんのみたいな感じなんですけども、できちゃったんですね。まあ、それをちょっと今回紹介していきたいと思います。まあ、このように、まあ、味方にね、ボーナスアーマーを付与しながら、自分はタンクで、まあ、死なないで、まあ、しっかり突っ込んで、ただ盾を展開するだけじゃなくて、しっかり突っ込むことができる。で、ハンター戦を考慮してるので、盾がね、ずっと使えない状態を想定してるので、盾タンクではないです。このように、盾を展開するだけでもいいし、まあ、敵の、まあ、スキル阻害ですね。スキルの妨害、電波妨害を、なくなったタイミング、要するにヘリコプターが降りてくるタイミングにしっかり火力を出せるようにストライカーシールドの採用ですね。まあこうやって味方がストライカーのバフを取ってやると。でヘリが降りてきたタイミングで5体6体とか出てきたりとかするので、まあこうやってね、生存させて、これが生存力がなければ、もうヘリが降りてくる間にはもう味方がどんどんダウンして復活させていくと。なっちゃいますからね。まあ、要所要所でヘリが降りてきたタイミングとか、こうやってハンターを倒すタイミングで、味方にダメージボーナスね、13%、1体につき。ヘリが降りてきたら5体、6体とかのやつに対して、60、70% のダメージボーナスを、後ろにいる味方に付与していく。まあ、立ち回りがちょっと難しくなるんですけども、まあ、そこら辺ね、後ろの人がしっかりバフを、取りやすいような立ち回りの仕方をしたりとか、まあ、ポイントマンの展開するタイミングとかで、このようにね、パーティーが死なないように、今、ブラボーチームの人がね、展開してなかったらしいので、速攻死んでましたよね。そこを瞬どけさせないで、少しでもね、長生きさせるってところが、結構重要だと思います。まあ、立ち回りの仕方とかはね、この、前半のこの動画、5分弱のこの動画を見て、あ、こんな感じなんだなって思っていただければと思います。で、盾の場合、味方の射線を遮らないようにとかいろいろあるんですけども、今回の場合は、バフを吸わせる設定になりますので、横移動とかで逃げたりとかすると、バフを吸いづらいです。なので、このように、自分のバフが吸いやすいように、あえて邪魔になっちゃうような見た目になっちゃうんですが、こんな形で敵のど真ん中ぐらいに陣取って、味方が後ろからしっかりダメージを吸えるようにする。そうすれば、カウントダウンのヒロイックだとしても、まあ少ない人数ですよね。周りに散らばって人数が少ない状態、味方が2人3人とかしかいない状態とかでも、ダメージボーナス 50% 以上とかバチバチに入ってくるので、このようにバフを吸わせれば、一瞬で、要するにこの、焼夷グレネードとか、銃で撃ったりとか、スキルで敵にダメージ与えるとか、特殊攻撃ですよね。ここら辺すべてバフ乗ってくる話になってくるので、非常に有効なのかなと思います。で、ボーナスアームも随時つけながらなので、味方はもう何も考えないでトリガーハッピー、ね、スキル展開ができるっていう、まあ、カラクリになってます。そうですね。アーマー迎撃システムでダメージバフを搭載したヤマト型イージス艦、超大型戦艦ですね。こちらのビルドを今回紹介していきたいと思います。ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録、高評価ですね。あとはまあ、メンバーシップ登録でもありますんで、それで応援していただけると嬉しいです。ではでは、後ほど解説でお会いしましょう。僕、インしない方がいいです。
ようブラザー、じゃあ今日はね、ビルド紹介動画、前半見ていただいた、まあ、巨大ヤマト型イージス艦の説明です。まあ、なかなかね、面白い設定になりましたんで、まあ、ぜひ見ていただければというところになります。ちょっと商品化、パッケージ化するのに時間かかりましたけども、まあ、楽しんでいただけるのではないかなと思いますので、よろしくお願いします。じゃ行ってみましょう。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。じゃあ行っていきましょう。SH11 見て1750、上がってきてますね。はい。じゃあ、こちらが今回の全貌になります。ちょっとね、厳選できてないところもあるんですけども、そこはまあ、全部解説しますんでよろしくお願いします。まずはフレームスローワーですね。こちらでストライカーシールドがね、しっかり使えるように、設定してあります。はい。で、スコーピオ。で、ここら辺はね、何使っても OK です。今回これしか使いません。で、一応これ、ポイントマン、以外は、エンペラーガードですね。このボディと膝以外で、まあ、バッチャー1箇所。で、まあ、ポイントマンギラ1でしょ。で、村上になっちゃうんですけども、ベルストンとゴラン2。この2つの、構成で、アーマー自動回復を 3% 持って、毎秒6万回復を目指していただければ、あとはもう全然大丈夫です。はい。一応、ボーナスアーマーを味方につけるために、まあ、ギラーのね、ポイントマン、アーマー値が、まあ、2M 以上になるように、厳選すれば、ちょうどね、いいのかなと思います。まあ、こちらのポイントマンとかで、アーマー 50% とかっていうのが、自分依存になるんですね。要するに、今回の、ヤマト型イージス艦のアーマー値。これが基礎になりますんで、2M だとしたら、まあ、100万。ポイントマンで100万。まあ、こちらで80万乗ってくる。だがってね、180万とか乗ってくる内容になってます。なので、まあ、皆さんがね、青6とか、まあ、バチバチ乗ってくる感じになります。みんなの、アーマーチのところと。赤盛りであれ、黄色盛りであれ。で、特性値の方は、クリティカル率、クリダメをバチバチに乗せて、ステータスは、クリティカル率ね、できれば 60% に持ってって、クリティカルダメージは100万、100% あるいは 110% ぐらいを目安に目指してみてください。で、こちらアーマージですね。自動アーマー、アーマー自動回復が6万ぐらいになる設定になっています。まあ、あとは、まあ、あと、大して影響しませんので、トリートンガス。ショットガンしか使わないので、バッチャータフで火力が出て、10% ね、スコーピオの威力が上がります。それプラス、ストライカーシールドで、ダメージボーナス、敵一体ごとに 13% 乗りますんで、13% のダメージとバッチャーと、あとクリーズ作りダメの特性が入っています。で、スコーピオの、7発打ったら 20% ダメージアップ。で、受けるダメージアップ。ここら辺で、まあ、イージス、ヤマト型イージスの、自分の火力は上がっていきます。で、こちらですね、ちょっと、ここら辺が重要になってくるんですけども、はい。まあ、一応、サンプルのね、画像、こちらになります。うん。はい。で、これで、ストライカーシールドのバフアングルっていうのがありますんで、まあ、これを、ま、参考にして、後ろにいる火力、まあ、あるいはスキルマンとかですね、火力型スキルマンであったり、まあ、敵を燃やしたりする威力とかも全然変わりますんで、まあ、こちらのストライカーを吸いやすいような立ち回り。まあ、このヤマト型イージスの後ろに小判ザメみたいについていって自分の火力を出していく。そうすると、まあ、しっかりね、組んだ赤森の人がさらにダメージボーナス 13%、26%、39% っていう風に上がっていくと、認識して結構です。で、ヘリコプターね、4、5体降りてきますよね。うん。そうなってしまうと、どれぐらいバフで上がっていくのかって考えたら、まあ、ついてかざるを得ないですね。随伴型のタンクですけども、それにさらにね、随伴したくなっちゃうような、設定になっています。で、ただの縦タンクとかではないので、走り回ります。で、電波妨害が入ってきた時に、このシールドの展開とかをしていく設定になってますんで、展開だけできれば、ポイントマンが発動するので、よしと考えてます。で、銃を撃って発動する、銃に付帯している、タレントスキル。要するに、スコーピオの。こちらのタレントスキルで、混乱。3発で混乱。6発でショックをかけていくので、で、
バックパックタレント、タレントスキルなので、相手が電波妨害とかをしてきたとしても全然大丈夫なので、カウントダウン向き、ポイントマンと電波妨害が入るなって思った瞬間に縦展開して、20秒間味方は強くなります。でさらにガルバナイズで縦展開できなきゃストライカーシールドのバフつかないんじゃないかなって思うんですが、これに関してはまあ、ヘリコプターが出るタイミングではもうほぼね、ハンターは処理できてるのかなっていうところになりますんで、まあ、ヘリが降りてくるタイミングでストライカーシールドが展開できればよしと考えております。まあ、もちろん、まあ、展開できないとしても、スコーピオのダメージね、デバフとかであったり、まあ、ボーナスアーマーでね、敵の攻撃を操作させる、迎撃システムですね、ボーナスアーマー迎撃システム。まあ、これによって味方は、まあ、フルトリガーですね。トリガーハッピーできちゃうような。うん、まあ、そういう設定になってます。パーティー火力をね、ガンガン上げていくっていう設定と、パーティーを生存させるっていうところが、まあ、今回のぐちゃぐちゃに絡み合うタレント構成という感じになりますね。そこでスコーピオで突っ込んで、自分がヘイト取りながら。で、自分もガルバナイズでボーナスアーマーを吸って、その吸ったことによって、そのボーナスアーマーがね、80万のボーナスアーマーが消えるまでの間、あるいはポイントマンで盾がね、5秒間無敵になる、その間に敵のね、攻撃を盾で吸いながら、ボーナスアーマーで吸いながら、毎秒6万回復していくので生存していく。やっぱそういった形で敵のヘイトをね、常に、突っ込んで取りながら、自分の攻撃での火力も出しつつ、みたいな。これ大盾とかであればね、スコーピオとか打てないので、まあガルバナイズ、ね、要するにアドレナリンとかで自分だけ生き残るようなタンクとかであれば、味方としては、まあいてもいなくてもね、関係なくなってしまうので、今回はもう完全に味方のために、やってます。味方のために行動するタンクっていうのは、味方の火力を上げて、味方の火力が上がることによって自分への、攻撃してくる敵を早めにカットすることができるっていう設定になってますんで、まあ、ウィンウィンなのかなっていう感じ。アドレナリンで自分だけ生存するのもありですけど、やっぱりここはガルバナイズでスコーピオで打って大盾ではないっていう設定の方が、よりカウントダウン向きだということがわかります。はい。で、ポイントマンも非常に優秀ですよね。で、だったら、ターディグレードでもいいんじゃないかなって皆さん思うかもしれませんが、これではありません。なぜなら、サーディグレードだと爆発物耐性とアーマー時価4万9000ぐらいのがついてしまいますね。やっぱり自分でカットする能力もつけたいので、ポイントマンのクリ率クリダメが入ってる、まあ、片方入ってればね、調整できちゃうので、クリ率かクリダメの入ってるポイントマンを拾えれば、自分の攻撃力も維持しながら、バンガード展開っていう形になります。まあ、クールダウンがね、25秒間っていうところと、45秒間っていうところ。で、ボーナスアーマーは自分の、まあ、パワーに対してなので、タンク要素なので、2M であれば100万が味方に25秒に1回乗ってくる。だけど、ターディグレードであれば、自分の火力は上がらない、クールタイムが45秒。で、ボーナスアーマーは自身の 80% の設定になってます。はい。なので、今回はこの設定。で、こう見ると、ポイントマンの厳選も楽だし、エンペラーガードもね、まあ、クリティカル率かクリダメの入ってるエンペラーガードさ、拾えれば、あとはアーマーに振ってしまう。っていう形になるので、厳選は非常に楽なのかな。バッジャー、ゴラン2、ベルストーンアーマリー1。ここも、この、まあ、バックパックとかでね、ガルバナイズの入ってて、クリ率クリダメっていうところで、難しいんですけども、もともと、ベルストーン、バッジャー、ゴランというのが青特性スタートなので、今回は非常にね、厳選がとてもしやすいっていう形になっております。で、エキゾチックはスコーピオしか今回使ってないので、エキゾチックはね、例えばこれ持ってないなとかってだとしても非常に有効なのかなっていう感じになります、ね、一応ストライカーシールドもね、まあ、マスターで次回上がるんですが、これはつけなくて大丈夫です。マイスターは上げなくても全然 OK で、リバイバーハイブももちろん味方が死んだ時に、まあ、置いて投げるだけとかで復活させることができるので、しっかり蘇生タンクとしての機能も備え付けてあるっていう形になります。
まあ、ここら辺ね、もし味変したければ、こちらの、まあ、よりハンター特化できるダイエットフォームとかつけてもいいんですけども、基本なんか、混乱ショックとかつけれるので、それで敵の、ハンターの、治療キット、使うのを防げるので、特にね、味方の生存とか意識した蘇生タンク要素をつけた方が、よりまあ、ヤマト型イージス艦としての働きができるのかなとは、僕は個人的には思いました。はい。ということでね、今回はこんな形で、ビルド紹介させていただきました。まあ、今後はちょっとね、まあ、うちの知らせ者はビルド工房でね、ビールド工房でやってますんで、このビールド工房がですね、まあ、結構な歴史がありますね。ディビジョン2の、まあ、ビールド工房の動画を今度まとめて出したいと思います。ちょっと大変なんですけども、まあ、そこも含めて、楽しんで見ていただければなというところになりますんで、ぜひぜひ、チャンネル登録、高評価、あるいは、メンバーシップ登録ね、うちのチャンネル実装してますんで、そちらの方を利用して応援していただけると非常に嬉しいです。ではまた、お会いできればと思います。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。ではまたお会いしましょう。グッバイブラザー。最後までご視聴ありがとうございます。動画をお楽しみいただきましたら高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。またこのような動画をいくつかアップしてますので見てくれたら嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイブラザー。